はいこんにちはおっさんチャンネルどうもゆきしですさあ三個目の動画ですよはいちくさゆりこさんでございますこんにちは、はい、気象予報士のちくさゆりこです気象予報士ってなんかかっこいいですよね僕ね気象予報士 <laughs> がかっこいいかも、うん、かっこいい気象予報する士ですよかっこいいですよねだいたい気象予報費って言われちゃうんですよ<あ> <laughs> ちゃんと言えないみたいな滑舌がね <laughs> はい <laughs> なんかロマンチックな感じもありますもんねこう天を見るみたいな <laughs> 昔だったらこうね世界を支配できたかもしれない本当ですよねひみこみたい山大国のひみこちょっとひみこっぽいとこもありますもんね誰がですか私和風な和風な美女で、ね、<ー>はい。すごい令和のひみこにですね今日はちょっと避難っていうことについてテーマにしてちょっと語っていきたいなと思うんですけどはいあの今コロナがやっぱり蔓延してて 人との距離、いわゆるソーシャルディスタンスの2メートルであったりとかあとは3密を避けるっていうふうにやっぱりこう皆さんに指導されてると思うんですけど、うん、あの避難しなきゃいけないタイミングっていうのはどうしても3密になるわけですよね避難所とか避難所、はい、はい、あとはそこに避難していくその逃げなきゃいけないのであればそこにやっぱり人間の過密はできるわけですからなんかその今。 このタイミングって結構気候があの前の動画でも言いましたけど結構その暖かいじゃないですかだからみんなあんまりそこの危機感ないと思うんですけど、はい、ないですね6月過ぎるともう災害の時期がずっと続くわけなので、はい、9月10月ぐらいまでだからそこのタイミングで避難を何回もしなきゃいけないっていう可能性があって避難を何回もしなきゃいけないというよりは、はい、実際が避難勧告を出さなきゃいけない、うん。 回数が増えるし、はい、っていうことですよね。あの、ね、実際に、私、あの、防災の公園とかに行かしていただいて。はい、避難したことありますかって聞くと、大体、うん、関東圏の皆さんは、ないんですよ。うん、避難したことあ。僕もないです。はい、だから、避難勧告が出て。はい、で、避難、まあ、避難勧告の上が避難指示ですけど。うん、避難勧告、避難指示が出て、うん、避難指示が出た時に。 あでもコロナが心配だしどうしようっていう局面が多分訪れる、うん、ですよね、うん、今年はなんかそこがテーマな気がする多分一回皆さんの身に今年一回訪れるかどうかっていうところではあると思うんですようんなるほど、うん、私も自分の身に置き換えて考えてみると、うん 23年に1回ぐらい自分の住んでる地域に避難勧告が出る。ななるほどなるほほど、ど、うん。で私の場合は気象情報をもっと細かくチェックして、うん、自分のいる場所は、まあ、こうこうこういう理由で安全だから避難所に行かなくていいやっていう判断をこう毎回してるわけですけど皆さんの場合は多分そういう判断がする材料がないし、うん、経験もないし。うん どううしようってなっちゃうなるほどだと思うんですよねそうですね、うん、あの日本全体で僕は結構日本っていうのは災害が多い国だと思ってるんですけどあの結局避難しなきゃいけない避難指示ってどれぐらい出てるんですか毎年出るもんですか毎年出てますよどっかの地域ではってことですか、ね、出てます出てます、うん、はい出てるけど、はい、何万世帯に避難指示とかよくテレビでありますね、うん、ありますよね、はい、で実際にその何万世帯の人が避難してるわけではないって うん、ですよなるほど、うん、あくまで自主的な避難を呼びかけてるってことですかあいやいや違いますあの避難してくださいって自治体としては避難を指示してるわけなんですけどあでも一緒従ってないってことですかまあ <laughs> そうですねああ<ー><で>なるほど、ね、やっぱり難しいですけど避難指示とは言っても地区ある程度の地区に、うん、そうですね。に まとまって出ますけど、うん、本当に避難した方がいいかは家の立地とか、うん、家のその何階にあるかとか家の構造によっても違いますし鬼怒、ねうん、川が氾濫した時、はいえー、茨城県の常総市が大きな被害を受けた時に、うん、あのヘリからの映像で一、うん、個の家が流れないで別の家を食い止めてたっていう映像を覚えてません何かありましたね。 はい。あの某某うんうんハウスさんの家だと言われるんですけどそれだけ頑丈な家だったら家から出ない方がいいなるほど、ね、わけですよ。やっぱテレビに出てるとやっぱスポンサーの縛りがあって言える会社と言えない会社があるんです、ね、<laughs> ありますね。<laughs> この動画だと別に言ったら問題ないヘーベルハウスさんの家がすごい頑丈だった。 だからうちはヘーベルハウスだから、うん、避難しなくてもいいんだって言ってやっぱ避難するしないは自治体は指示は出すけれども最終的にはうまあ、ね、どうするか意思決定するのは自分ですからなるほどっていうことになるわけですそういういことですよね。うん まあでも今年じゃあ避難しなきゃいけない可能性がある結構、避難が多いなって感じている自治体の方なんかはやっぱりそこでコロナ対策とともにどうするかっていうのはやっぱり自治体単位で考えるべきですしそうででですすすねねねアナウンスを早めにしてておくべきってことです、ね、そううちはこういう対策をしてますから、うん、避難する時は安心して避難してくださいねとかって言ってもらえると、うん、コロナが、えー、なければ救えたい命が うん、とかがねちゃんと救えることができるかもしれないから、うんね、あのアフガニスタンで亡くなった中村医師っていらっしゃったじゃないですかあの方が「生きておれ病は後で治す」っていうのが口癖だったらしくてやっぱりコロナっていう病は後からでも治療はできるから、うん、本当に避難しなきゃいけない時はまず避難をして命を、うんうん 自分の命が助かることを考えなきゃいけない、うん、そうですねつまりコロナか避難かで迷ったらとりあえず避難っていうことをまずはかん、はい、優先して考えるそれはもちろんですで避難所とかを自治体とかはもうできるだけそこは考えて避難経路とかをちゃんと設計しておくってことですね、はい、そうですね結構都心とかになってくると<の>避難所がその高層マンションだったりするじゃないですかそうなんですかそうなんですよ知らなかった 都市の,、ね、あの防災状況って結構複雑で、はい、あの高層マンション例えば港区とか中央区とかはもう高層マンションばっかりなんで、はい、そもそも避難所が設定されてなかったりするんですよ。でしかも昼間は結構、まあ、今はちょっとあんまり人は出てないですけど昼間はもう,こう働く人がすごい大量に来るから、はい、昼間に例えば災害が来た時にじゃあマンションにやっぱ殺到するわけで、はい、避難所として。 そうなった時にじゃあそこに過密が起きちゃってっていう可能性もすごくありますのでそうですね焦って避難所にやっぱり、はい、そのもちろん避難所には行くべき行かなきゃいけない人は行くべきなんですけど、うん、行く必要がない人は行かないっていう選択肢を取ることもやっぱり他の人の。 本当に救わなきゃいけない人の命を救うためには重要だか,だから結局今の住んでる家の状況をまずちょっと調べるというか3階以上なのかどうかとか構造がしっかりしてるのかとかまさにその通りで,で、ね、職場にいたとしても職場にいるのが一番安全だったりもしますしね。うそううや、ね、やっっっぱぱビルかどうかどていうのはやっぱ大きく違うし、はい はい平屋とかであればあの自分が避難する場所はどこでそこにはどういうふうな対策をされているのかっていうのを、はい、こうちゃんとかんあらかじめ考えておく必要がありますねそうですねうーんいやーでも今年は本当には,はいあごめんなさいあ,あと避難所に行くだけが避難じゃないっていうのは、はい、その避難所もある程度距離があったりする場合もあるじゃないですかそうですね、うん、なので散密にならないために例えば自分の家は平屋で1階の 1>、うん ところ、うん、まあもしくはアパートの1階だったんだけれども、うん、その近くに友達の家の実家があって、うんはい、複数部屋がそこの家にはあるんだとかなった場合は、うん、もう今年もし何かあった場合は、うん、そこのお家に避難させてねっていう話を整えておくとか。なるほど。 そこにはさんその自分は行くけれども他の見知らぬ人が殺到して3密になることはないじゃないですか、うん、そうですね、うん、なので1人、まあ、1避難所誰かのお家はいお友達のお家、うん、親戚のお家、っていうのをあらかじめ決めておくっていうことも一つありかな、うん、ふ不特定多数が大量に集まってくる体育館 に行くよりも、はい、やっぱりそういった、あの知り合いの家とかの方が、当然、はい、あのコロナに感染する確率は低いですもんね。そうです。うん、あ、確かにその通りですね。はい。今年はやっぱりコロナっていう最中だってこともあって、普段とはまた違う災害対策、災害の準備が。必要な局面もあるってことですね。そうですね。うん、なるほど。いや、でもね、ちょっとこの時期にね、あの、この災害が来るよっていう警告を出す動画はね、出したかったんですよ。 いや本当に必要だと思うみんなこうね、はい、言霊みたいに発しちゃうと本当にそうなっちゃうとかって思っちゃったりするから言葉に出すこともはばかられるような感じではあるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりいつかはそういう話がテーマになってくるから。うん、そうで,す、ね、で準備が必要じゃないですか。 災害って僕なんか結構その自治体側の動きも考えててで自治体がその「えっ、ー、もう,もう8月だ大変だ」ってなっ,てなったら <laughs> <laughs> 本当に大変だと思うんでいや結構そうなんですよ現場って今もうだってそうなってほしくないですよ一般市民からしたら今あの結構その市,市役所とかそういう行政の今の本当にコロナに対する対策に割かれてる人員の量とか現場の大混乱とかを見てるとちょっと災害対策に回ってないんじゃないかなっていう気はすごくするんですよ はい、逆にやっぱそこはこうちゃんと話していくことでその話題を盛り上げていって、ちゃんとそのこの災害大国の日本で皆さんがちゃんと命を守れるようなそのタイミング1日、2日の日なんで大量にコロナの感染が広がっちゃって,って可能性も十分あると思うんでそうでそすよねあのだって、まあ、仮に台風が来るのが9月とかだったとしても、うん、そのもしかしたら落ち着くかもしれないわけじゃないですかです、ね、これからわかんないですけどね。 落ち着いたとしても、うん、またそれで再燃するっていう可能性が十分考えられますよね、うん、今って結構それぞれの人が行くところがある程度クラスターと呼ばれるあの行くところが決まっていてその中で感染が広がるってことがあるんですけど、はい、災害とか避難っていうのはそれが全部ミクスチャーになるじゃないですかしかも誰がどういう動きを取るか予測不能ですもんねそういう状況は。はい、パニックになっちゃうしそうあの今結構 携帯とかでやろうとしているトレーシングとかももうみんなが同じところに殺到したらやっぱり機能しないんで、はい、あそうなんですかあそうあ意味がないですからねだから誰と接触したかっていうのはもう大量にはい花火大会みたいなところで誰と接触したか情報を取ってもしょうがないじゃないですかはいだからそういう意味で本当にこう自治体レベルで今このタイミングで考えるべきだった。 と僕は思いますので、うん、あの一緒にね。あの気象予報士さんがねこう。一緒に、ね、<laughs> あの動画撮っていただいてはい。本当に、はい、気象予報士さんが。<laughs> はい。い本当にありがとうございます。はい、今回3つのね。動画をね。撮らせていただいたんですけど、またあの災害の時期が近づいてくるにつれてこういった必要性も出てくると思うので、また出演してくれますか？はい、いいと思う。<laughs> <laughs> <laughs> 古い。<laughs> <laughs> 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 というわけでねあのどうもありがとうございましたはいありがとうございました、はい、はい、あのー、この動画が良かったら高評価あとチャンネル登録もお願いしますそしてちくささんもねあ YouTube チャンネルやってますので <laughs> 細々とそちらで可愛い盆栽の桜が見れますのでですね <laughs>、はい、ぜひ皆さんあのチャンネル登録してください <laughs> というわけでねあの今年本当に大変ですけどみ,みんなでねちゃんと生き残りましょうというわけで、はい、おっさんチャンネルでした さようならー。